津波フィッシュ津波フィッシュは2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震による津波で流された日本の漁船サイマサルマルの中で2年以上生存していたゴビの石台である2013年3月22日に漁船は約 6500km 離れたアメリカ合衆国ワシントン州ロングビーチの海岸に漂着したゴ尾のうち1尾は オレゴン州シーサイドのシーサイド水族館で飼育されている。東北地方太平洋沖地震は2011年3月11日に発生した日本の観測史上最大規模の地震である。この地震による津波により全長約6メートルのサイマサルマルは海へと押し流され、石台の死魚を含む海洋生物を含んだ海水が貯蔵庫に充満した。その後、 二年間にわたり太平洋を漂流する間に、この魚は事業に成長した。科学者は日本やハワイ沖で波によって、魚が船に入り込んだと推測している。サイ・マサルマルは2013年3月22日にワシントン州の海岸で発見された。漁船の内部には、ゴビの石台と30種以上の植物や無脊椎動物が生存し、アクアリウムのようになっていた。 うち4尾は侵入種となる可能性があるという懸念から発見した直後にワシントン魚類野生生物局が殺処分しオレゴン州立大学に送られて研究者が解剖を行った。残り1尾は市役所にバケツで運ばれその後シーサイド水族館が飼育をすることに同意した。2013年後半から同水族館で展示されている。ありがとうございます。